てみましょうか、眉ペンシルで。はい、じゃあ髪の毛止めてね。はい、いい？小鼻と目尻が結んだところの延長線上に自分の顔の眉の終わりが来るって先週お話したよね。はい、眉頭、じゃあ眉頭がまっすぐ来た時、ちょうどぶつかるところちょっとお印をしてみて。はい、じゃあ描いてない人も描いてる人も、あとこういったペンシルで描くときは芯いっぱい出しちゃうと折れちゃうからね、 2,3 ミリぐらいだよ、 2,3 ミリぐらいで、はい、持つときにはここの手のひらの肉、ここね、はい、ここをちょっとつけてあげると安定します。空中でエアーだとちょっとこう描きにくいよ、怖いなっていうのがあるので、まあ、心配だったらどこかに手をついてもいいです。で鏡を見て、はい、描いてください。眉山、自分の眉山見つけて、さっき場所教えたよね、大丈夫？あの持ち方ちょっと大事よ、これ。はい。で眉山でどっちから描いてもいいですよ。眉山のところから眉尻に向かって一本スーッと描いてください。はい、一本描けた？うん、大丈夫大丈夫。いいよ。